そしてもう一人、自らが持つ世界記録に挑む男が、去年4メートル93センチという超巨大フラフープに挑戦。ギネス公認の世界記録ホルダーとなった山田祐也が、人類のさらなる可能性を開く。山田はマッスルメンバーとして、エンターテインメントの世界最高峰ラスベガスの舞台で、世界でも珍しいフラフープパフォーマーとして活躍。山田は自在にフラフープを操り、目の肥えた観客を沸かせる世界最高のエンターテイナーなのだ。中でもラスベガスで大評判になったのは、このフラフープ妙技。まさに彼は舞台で人間の限界に挑むトップアスリート。山田の挑戦は止まらない。さらなる進化を目指し、わずかな時間も惜しんで日々新技を開発。驚くべきアイデアを形にするのは不屈の精神と卓越した身体能力。山田の技はまさに芸術の領域。こんな技誰も真似できない。その山田が緊急帰国。今回自身が持つ巨大フラフープの記録更新を狙う。今回挑むのは世界記録の4メートル93センチより7センチ大きい直径5メートル。大人3人が大の字になってもすっぽりとはまる大きさ。重さも30キロあり、大人2人がかりでないと立ち上がらないほど。山田、初めて目の当たりにする大きさに、いや前回もギリギリだったんで、やってみないと本当に分かんないですね。いよいよ準備に入る山田。ここにあるのはエンターテイナーではなく、アスリートとしての勝負の顔。3回以上回せれば成功、記録更新となる。果たして世界記録超えなるか。うわ、いやもういきなりすごいチャレンジから始まっちゃいましたね、はい、今週は、はい、頑張る人応援バラエティ体育の時間。いや感動ですね。だっていきなり世界記録でしょ。そうですよ、いきなりなんですよ。それ VTR 見ただけでこれね、現場にいたかったっていうか、テレビ的なこうワイプにしかいなかったわけでしょ今。そしてあの山田君ですね、はい、すごいですね。フラフープすっごい重たいんですよ、うん、実際使用したフラフープがありますから、皆さん手に取って、はい、どれだけすごいものか、はい、はい、見てください。はい、これはでかい。うわ、でかいわこれ。30キロあるんですよ。重たこれ多分音が全部上がらないでしょうね。これよし、どれどれ、これちょっと東さん、ちょっと試しやってみます、ね。じゃあそこまで補助しますから。ちょっと待って、これ全然どうしていいか分かんないんだけど。最初どうしていいかが分かんない。これじゃあ僕ら手離したらどうなの。離しますよ。はい、お願いします。はい、おお。もうすごい、もう絶対動きもしないですよね。うん、じゃあそろそろ予想していただきましょうか、はい、フラフープ世界ナンバーワンの山田祐也君は自身の持つギネス記録を更新できるのか、できないのか。せーの、できる。なるほど、なるほど、できるときましたか。おまけにましたね。いや、やっぱりね、うん、ベガスから帰ってきて、はい、失敗しましたって帰るような男じゃないですよ。自身の持つギネス記録4メートル93センチより7センチ大きい直径5メートルの超巨大フラフープ。山田は果たして自身の持つ記録を超えることができるか。3回以上回せれば成功、記録更新。我々は歴史的瞬間を目撃できるのか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。巨大フラフープのギネス記録ホルダー山田祐也。エンターテインメントの最高峰ラスベガスで活躍する山田が世界記録更新に挑む。今回挑戦するのは、自身が持つギネス記録を更新する直径5メートルの超巨大フラフープ。これを目の当たりにした山田は、いや前回もギリギリだったんで、やってみないと本当に分かんないですね。直径5メートル、
重さ30キロ、常識を超えたこの超巨大フラフープを床につけず連続3回以上回せれば成功となる。山田、過去の自分に勝利できるか。世界記録更新、人類のさらなる可能性を切り開くことができるのか。スローでもう一度、完全にフラフープが上がり、見事成功。山田、世界記録更新、歴史にその名を刻む。やりました。おめでとうございます。ありがとうございます。お見事です。はい、だいぶ深いです。7センチの壁というか差は半端ないです。すごい、よくさん、できるでした。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。できましたね。できたね。いや、俺本心ではできないと思ってたんだね。いや、僕も思ってました。できない、ね、いや、できる見込みなかったですもんね、あれじゃ。今日オープニングで2人世界記録出してますから。すごいですよね。毎週世界記録が出てる。そうなんですよ。体育の時間じゃなくてギネスの時間。